ございます。おはようございます。リリーちゃん登場ですね。声入るかな。今日は、まあ、リリーちゃんが爆速ね、爆速にインタビューするんだけど、あいつ恥ずかしがりだから、女の子苦手だから、それで俺がもう電話つないで、リリーちゃんに、なんちゅうの、ああだね、こうだねって、いろんなことを言わせると。社長のことを嫌いなんだよねとか、翔さんかっこいいよねとかを言わせる。いける？はい、ちょっと楽しみです。いける？大丈夫？いやもうでもめっちゃ笑っちゃいそうです。ファンが期待しろでね、リリーちゃんかわいいでまた出せって言って。大丈夫？ちょっとみんな手振ったって、はい、かわいいスマイル、はい、あんなしとんなのだよな。じゃあ、おんなして。これ言えなあかんて。ダメ？いける？ちょっとかわいい。現場行こうか。まあ、現場行く前に車の紹介ね。ちょっとこれニューバージョン。最近ね、まだこのだけしかないの。なんだよこのカラーで、ここの色が全部変わったでしょ。はい、行ってみましょうか。はい、現場に。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はトビショックさんにインタビューをしてみようと思います。よろしくお願いします。暑いですね。暑いです。暑い日の作業やっぱりしんどいですか。やばいですね。体力が持たないです。あ、冬と夏どっちの方が大変ですか。それは冬ですね。あ、冬の方が大変ですか。あ、冬、夏の方が大変です。夏ですよね。冬はどういうところが大変なんですか。冬は寒いところですかね。手がかじかんじゃって、あ、動かないところぐらいです。かじかまないように何か対策とかしてるんですか。いや、カイロ持ったりとか。あ、カイロ持ってやってるんですか。たまに。カイロでも両手使うじゃないですか。はい。あ、でもね、何もしろん時にカイロの中手入れて、はい、その後は、まあ、手袋なんかして。へー。夏は逆にどういう対策してるんですか。暑さ対策。もうこまめに水分補給ですかね。あー、でも水分補給するために手止まっちゃう感じですよね。そうっす。なかなか進まないですか。はい、作業も全然進まない。そうですよね。結構足場夏めっちゃ暑くないですか。はい。なんか手袋とかしてるんですか、作業するとき。手袋は絶対します。あ、そうなんですか。暑いんで火傷してですね。あ、本当ですか。あー、でも手汗とかやっぱりすごいですね。すごいですよ。今もこうやってます。あ、本当ですか。あー、ちょっと彼女いますか。女が別にいるか。翔さんって彼女いるんですか。あ、いないですね、今。あ、いないんですか。はい、へぇ、いつか。本当、こいつ本当隠してる。ちょっとしてる。いや、本当はいるんじゃないですか。いや、いないですね。いないんですか。隠してるんじゃなくて。いや、もういないです。動画とかで公開したい、したくないからじゃなくて。いや、違います、本当にいないです。本当にいないんですか。でも、なんか翔さん、社長から聞いたんですけど、キャバクラ好きなんですよね。いや、そんなことないですよ。そんなことないんですか。そんなことないです。なんか社長が言ってたんで、本当かなと思って。全然、たまに行くぐらいですよ、付き合いで。あ、たまに行くんですか。付き合いで。最近行ったのいつですか。最近行ったのは、本当に多分2ヶ月ぐらい前です。2ヶ月ぐらい前、誰と行ったんですか。ミッチー君とかですか。あー、ミッチー君と。うーん、キャバクラ行ったら、なんか自分の YouTube 見せるって本当ですか。キャバクラ行ったら、いつもキャバクラの子に YouTube 見せてるんですか。してないです。あ、見せてないんですか。してないです。え、見せたらどうですか。逆にそれなんでですか。ん、逆になんでです。いや、なんか見せてるって、なんか社長が言ってて。はい、社長から聞いたんですけど。本当ですか。はい、でもいいんじゃないですか。寺道さんも見せてるみたいですよ。女の子が来るたんびに YouTube を自分のやつ見せてるらしいじゃないですか。自分のやつめっちゃ見せてるみたいじゃないですか。見せてない。見せてないんですか。もし見しとったとしてもここでは言えないです。あ、なんでですか。いや、恥ずかしいんで。恥ずかしいから。いや、でも絶対見せてる。絶対見せてそうですよね、なんか酔った勢いとかで。たまにかも。たまにあるかもしれないですね、酔っ払って。あー、覚えてないけど見せちゃってるかもみたいな。はい。あー、カンタ君とあんまりうまくいってないですか、最近。カンタ君とあんまりうまくいってないですか。カンタですか。いや、仲いいですよ。昔からなんで、高校の時からなんで。え、同じ高校。そうです。へえ。
え、職場ではどうやって会ったんですか？普通に一緒に入った？あ、一緒に。あ、そうなんですか。へえ。でもイケメンイケメンって YouTube で騒がれとるもんで、なんかムカつくってみんな言っとるらしいじゃないですか。カンタ君がイケメンイケメンって YouTube で言われてるから、なんか、うん、嫉妬してるっていうか、ムカついてるじゃないですか。いや、僕はかっこいいとあいつも思ったこと一回もないもんで。あ、マジ？何とも思わないです。あ、なんとも思わない。何とも思わないです。いや、もっと自分もてはやされたりとか。あ、それはあるっすね。あ、それはあるんですか。うん。じゃあイケメン第2号でいきます。いいんすか？いいんじゃないですか。でも翔さんイケメンって感じじゃないですよね。でも翔さんってちょっとイケメンって感じではないですか。あ、まあそうっすね。どっちかっていうとロバじゃないですか。ロバっぽいっすよね、翔さんは。ってなんかどちらかというと翔さんってロバっぽい。ロバっすか、僕。ロバ。もう初めて言われたっすね、その23年間生きてきて。じゃあ何って言われたことあるんですか、動物。動物、ライオン系ですかね。ライオン系。まあ葉っぱみたいな顔してるじゃないですか。葉っぱみたいな顔してる。なんて言ったっすよ。葉っぱみたいな。葉っぱ、ちょっともうなんかショックで。じゃあちょっとかっこいいねとか、ちょっとめちゃくちゃ褒めていこうか。まあロバっていうのはまあ嘘ですけど、はい、でもイケメン系でいけそうじゃ、いけますよね、多分。いけますかね。うん、いけると思います。翔さん私一番好きなんですよ。だって翔さん私一番トビの中で一番好きですもん。付き合うならこういう人と付き合いたいな。付き合うなら本当にこういう人と付き合いたいなちょっと仕事が元気になっちゃうんです、この部分。翔さんのその笑い方とかもすっごいかっこいいですよね。翔さんの笑い方とかもすごいかっこいいなと思ってて、そういう恥ずかしがってるところとかももうすごい好きです。でもなんて答えたらいいんですか、これは。これはありがとうございますっていいんですか。あれさ、筋肉とか触らせてもらっていいですか。ちょっと筋肉とか触らせてもらっていいですか。急にっすか。あ、いい筋、あ、すごい、めっちゃ硬いですね。あ、すごい。あ、すごい。え、ちょっと力入れてくださいよ。あ、すごい。え、すごいですね。え、すごい。え、入社する前もっと細かったんですか。細かったっす。いや、なんかパッと見結構細そうなのにすごい筋肉がすごいですね。そうですね、まあ、インナーマッスルってやつですかね。インナーマッスル。インナーマッスルって何ですか。外見じゃなくて中身みたいな。外見じゃなくて中身。そうです。リュウジ君とかはごついくて筋肉なんですけど、僕見た目細いじゃないですか。はい。足とかもすごいですよ。そうですね、めっちゃ細いですよね。手も触らせてもらっていいですか。手ですか。はい。あ、手、あ、すごい。え、豆とかめっちゃできてる。すごい。すごいっす。顔とか触ってもいいですか。顔、ちょっと待ってください。ちょっとあの汗だくなんでやめてください。あ、汗だくですか。じゃあ汗が乾いた時に変わりますね。それもちょっとおかしいですけど。あ、それもおかしい。本当ですか。はい。適当しゃべって。お疲れ様です。でーす。もう分かってましたよ。あ、もうなんとなくそんなに喋ったことないのにこういうこと言われて嬉しそうにしちゃったよ、お前が。はい、お疲れ様です。インドマッスル。難しかった。え、大変だった。うん、分からん。初めて言われました。あ、もう絶対おかしいなと思った。おかしいな。あ、もう絶対なんかネタ仕込んできてるなと思った。よかったな。いや、もう多分これ視聴者のみんなはもうこれ笑っとったと思うよ。これめっちゃ笑えたもん。まあ嘘でも嬉しい。嘘でも嬉しいって書いて。またちょっとドッキリ仕掛けとこうと思ってますんで、チャンネル登録お願いします。またねー。